本土防衛に投入できれば結果も変わろうに。まだそんなことを言っているのか、肘山君は。打ち手しやまんだ。大木の次はどこだ。気が早いな。まだ終わってないよ。増援か。怪獣がそこら中から集まってきてるな。ドローンをもう少し出して索敵範囲を広げておこう。いいぞ、暴れるのは俺に任せておけ。見えるか。問題なのは後ろにいるジーモーラーだ。ジモラ、あのでかくて丸いやつの名前か。ジモラじゃない、あれはジーモーラーといって。まあいい。ジーモーラーは掘削型のダイモスだ。あの丸い背についた回転刃を地面に当てて地下へと掘り進む。ターミナルへの道をうがつ侵略の要だ。見過ごすな。あんなとろくさいやつ、俺の拳で一打ちだ。高圧力に耐え、どんな岩盤も砕くようなやつらだ。甘く見てると君が一撃だぞ。あれがやつらの狙う場所か。そう、地表から最もターミナルに近い地点だ。君の乗る第一世代型の騎兵なら機動力を活かせる。怪獣を倒しながらあそこへ行けるかい。やれってことだろ。突撃だ。指定された目標だけを機能停止させた。
すごいな、これは。もっとバンバン撃ちまくってやろう。それは無理だよ。だが他にも機能がある。解析しよう。持ちこたえてみせる。12番機移動するぞ。敵が邪魔で進めん。人生ってのはままならんな。好きに。12番機へ。このままじゃいい的だ。やってく。この俺が弱気になっているとはな。こいつを食らえ。どうだ、敵大破。人生ってのはままな。この俺が弱気になっているとはな。12番機移動するぞ。人生ってのはままならんな。とりゃ出直してこい。イージスの軌道を確認。周囲の敵を自壊させた。効果てきめんだな。こんなものがあるなら先に言え。騎兵も出番いらずだ。軌道まで時間がかかる。それまでにやられれば終わりだ。そしてこのターミナルは封鎖されて二度と戻らない。それは何かまずいのか。私はゴート・レインヤ。君はセクター5の適合者だな。誰と交信している？面倒だ、肘山君。内緒で頼むよ。いや、俺一人だ。騎兵信号を確認。別の場所でも騎兵が起動している。17番と19番だ。稼働できる騎兵は何体あるんだ。なんとかなったな。南さん、なっちゃん、二人で真剣な顔して何話してんの？別にそんな。昨日見た夢の話、たわいない話よ。そうそう、昨日頼まれたビデオちょうど持って行こうとしてたんだ。本当？やった、これこれ、助かるわ。先週の UFO 特番、野球の試合延長でうまく取れてなくて困ってたんだよね。 UFO の最新情報を衝撃映像でまとめたテレビの特別番組、録画があってよかった。昨日借りたビデオまだ見てないんだ。ちゃんと見てよね、 EXT 名作なんだから。私映画館にだって3回も見に行ったよ。あれを見ずして宇宙人語れないよ。宇宙人語る気はそこまでないけどね。特番ありがとね。お安い御用だよ。地球に取り残された宇宙人と幼い少年が心を通わせる SF 映画、1982年に公開された名作よ。また UFO マニアって呆れてるでしょう。そんなことないよ。これ見れば絶対わかるから。すでに彼らは地球に来ているのだ。
タコみたいなのが攻めてくるんでしょ。何言ってんの。それは H.G. ウェルズの創作小説宇宙戦争に出てくる火星人よ。なっちゃん、この手の話になると止まらないからな。将来は NASA に行って絶対本物の宇宙人を見つけるんだから。じゃあもっと英語頑張らないと。H.G. ウェルズの有名な SF 小説、タコみたいな火星人がトライポッドという3本足の兵器で地球を侵略するというお話。ビデオできるだけ早く返すから。いつでもいいよ。じゃあ、うん、また後でね。冬坂さん、うん、次聴覚室楽しみ。もうみんな行っちゃったよ。家族が寝てからヘッドホン準備しなきゃ。なっちゃん、ゆきちゃん、あれ新しい制服まだ来ないの。ああ、まあそんなとこ。それよりビデオテープ持って、何嬉しそうにしてたんだ。ああ、これUFO 特番のビデオなんだ。貸してもらったのそれであの笑顔か。なっちゃんはまだ宇宙博士なんだな。変だよね。うん、うん、私の知ってるなっちゃんのままでちょっと嬉しいでも宇宙博士はやめてよ。小学生の時のあだ名じゃない高宮じゃねえか。尾形、おめえが手出した二学校のやつらがこの辺りまで出張ってきてるぞ。どう始末つける気だ。お優しいことで。何？なめんじゃねえよ。てめえでケツ拭くから心配すんな、タコ。あ？ちょっと尾形くん、ダメだよ喧嘩は。喧嘩売り歩いてんのはこいつだろ。ほらユキちゃんも。悪かったよ。なんだよ、拍子抜けだ、アホらしい。ユキちゃん心配いらないって、いつものことだから。それよりまた部活見に行ってもいいかな。うん。おっと、予定だ。教室に戻らないとまた後で。夏のやっぱり早いね。えへへ、タイム縮んだ。ああ、今日はほら風あるし、向かい風でちょっとおい一年、先輩何ですか。マネージャーと今から大会の話しに先生のとこ行くから、悪いけど後片付けやっといて。はーい。あれ、みんな帰ったの。私一人。ん、また怪しい人だ。校庭にも 2,3 人いたな。なんだろう、何か探してるっぽいけど。全身黒ずくめの、まさか。もしかしてあの人、メインインブラック？宇宙人を監視する機関の男たち。
ひょっとしたら UFO がこの辺に来てたりして。 UFO に乗り遅れ、一人残された宇宙人、執拗に MIB に付け狙われる彼を助けるのは選ばれし地球人なんてね。何よ、危ないな。どこの学校だろう、見慣れない制服。はあ、早く片付けしないと、先輩に怒られるぞ。ちゃっちゃとやっちゃいましょう。UFO が現れると目撃者に警告したり、活動を行うと噂される謎のエージェント、それが MIB ことメンインブラック。もうめんどくさいから着替えずに帰っちゃおうか。汗かいちゃったしな。何？何かいる。あれ？これってどうした？痴漢か？着替え中じゃねえのか。ちょっとあんた、何女子の部室に入ってきてんの。叫び声が聞こえたから助けに来てやったんだぜ。黒服の変質者みてえなのがそこいらうろうろしてたからよ。俺はてっきり変質者はお前だバカ者。出てけ覗き魔。なんだよ。やっぱりそうよ、あの映画にそっくり。地球に取り残された宇宙人と幼い少年が心を通わせる SF 映画、1982年に公開された名作よ。宇宙人？あなた宇宙人でしょ？はあ、なんてこと。私が選ばれたんだわ。こんにちは。驚かせちゃったかな。大丈夫、私はあなたの友達。地球の言葉わかる？私とあなた友達。うん、きっとそう。学校にいた黒服の男はやっぱり MIB だったんだ。この子を捕まえに来てるんだわ。何か探してたもの。それなら説明がつく。私が守らなきゃ。地球へようこそ。嘘。
みたい。ドキドキする。長年の夢がいきなり叶うなんて。あなたは BJ？ 私は夏の。イラーの下はこの称号。ん？夏の。そう、それが私の名前。彼の名は BJ。 文明の進んだ星からやってきた宇宙人だ。失礼なことを伺うけど、それは宇宙服？脳みそは瓶か何かの中かな。夏野、気を続ける必要。すごいわ BJ。 日本語みたい。喋れるの？ゲート行く。ゲート？あなたたちの言葉は分かんないけど、映画で知ってるから大丈夫。母星に電話するんでしょ？ UFO に救援を頼むのよね。分かってる。友達は協力するよ。ダウサゲート。わあ、あなたたちのテクノロジーね。ここへ行けばいいの？知ってる。学校の近くの神社じゃない。あ、待って、そのまんまうろついたらすぐに黒服に捕まっちゃう。 BJ が地図に示した地点は学校近くの神社がある場所だ。連れて行くにも隠さないと。連れて行くにも隠さないと。私のバッグ、これ使えるかも。学校指定のバッグだけど、見た目よりたくさん入るので重宝してる。うん、あの子もすっぽり入るかも。ギリギリ入ったわね。ダメよ、顔出しちゃう。連れてってあげるから隠れてて。つけられてないよね。時坂神社、ここね。昔からある神社だけど、盲点だったわ。まさかこんな近くに宇宙人の関連拠点があったなんて。よし、着いたわよ、BJ。ゲート起動。うわ、なにこれ。光ってる。ホログラムってやつ？アクセスコード承認。こんなの、映画でしか見たことない。セクター指定。すごい、すごいわ BJ。 あなたって最高に。待ってよ BJ、 置いていかないで。変だよ、神社で突然光ったと思ったらこんな場所。なんで街がこんなに崩れてるの？
まるで戦争でもあったみたい。また日本時間17時40分政府発表がありました。現在も世界の主要都市と通信途絶状態です。日本と同じように未知の敵によって攻撃を受けた可能性が高いとみられています。市内各地でも被害が深刻です。未知の敵は湾岸の広い範囲から上陸、桜区霞町方面に向かっているようです。これニュース映像ね。え？霞町って学校の近くよ。ここって私の町なの？あれだけじゃ分かんないよ。見えづらいんですが、分かりますでしょうか？あれが町に突如現れた謎の怪物です。かなり大きな物体です。5、6、7、いや無数にいます。一体あれは何なんでしょうか？異星人の兵器という意見もあります。我々人類の歴史は2064年で終わってしまうのでしょうか？近づいてきました。いよいよ最後です。2064年って未来？80年ぐらい先の時代に来ちゃったの？嘘でしょ。あ、どこ行くの？いいけど、あれってきっとトライポッドよ。火星人の侵略兵器。あれが街を。そんな、地球がエイリアンの攻撃を受けたの。悪い宇宙人が来るなんて。 BJ、何のために？ここに何で来たのよ。探せ、記憶せ。何なのそれ。これを探してるの？17番。